はい、おはようございます。よい風景です。でトラップゾーン 25F、開幕モンスターハウスだったですね。今日2回目のモンスターハウスか。確か1回目はなんか美味しくなかったんだよな。あ、レイナさんどうもです。おはようございます。で、まあうまいことやったから、あとチンタラか。はいはい、どうしようかな。なんか丈夫な罠、転び石とかあるね。転び石でやるか。はいはい、特攻賞。あ、合成拾ってんぞ俺。まあとりあえず剣見るか。銅の矢だ。こっち来るかな。あ、やった、ざまみやがれ。もっと踏ますか。あ、これじゃ踏まない。あ、踏むか。あ、ちょっと待って、チンタラ邪魔だな。いや、倒す。で巻物とかどうするか。消耗品ちょっと面倒だな。すごい監禁か。すごい、あっとくか。ちょっとアイテム消せるんだったら消した方がいい。オール消す読んじゃおうか。投げられたくないから。で、どうのやば装備外し、あ、あるな。じゃあちょっと見てみるか。で、修正値とか入れるかな。入れないよな。入れないな。ちょっといらないから投げとこう。あ、でも投げられるか、下に飛ばしたら。で、これは空振り、いいね、いいね。これは本当助かる。金縛り6回、これは交換だな。で、ここに残しておきたくないかな。青いバナナ、ゾワゾワ、封印、封印か。杖合成するか。まあ、とりあえずこれを拾おう。まあ何でもいいけど。いや、一品と交換して、どうなるか。まあどうでもいいけど。じゃあここにするか。ここに転び石を置いて、鈍足振って起こす特大チーターと、こいつ取っときたかったんですよね、レベルだけで。あ、踏んじゃ、拾っちゃった。で、8。あ、ちょっと待って、邪魔だぞあいつ。よしよし。レベル44、 HP なかなか上がらないですね。装備外し拾っちゃったな、間違って。あ、バナナ増やせんじゃんこれ。あ、でもまあいいか。はいはい、装備外しね。とりあえずここに置いとくか。あと落とし穴拾っていきたいか。落とし穴は絶対拾いたいか。明かり、明かりも重要じゃないか。そうですね、 BGM いいですね。合成どうしようかな。この杖なんだっけ、封印か。合成の中にアイテム入れていくか。いろいろ保存管理に使うか。で、これが一位忍びで、
どうしようかね。取捨選択難しすぎる。一方通行とかもういらないか。次いつ稼げるかっていうのがあるな。ここで稼ぐか。一方通行使おう。そこにこいつを使って、あら正規だ。これを上にしておこう。でこれ正規どうなっちゃう。正規いる、これどうしようか。まあ拾ってくか。まあ、お情けだ。取っといてやろう。こいつ腹ごしらえだ。で、あとはチンタル来るの待つか。よし、じゃあチンタル来るの待とう。チンタル来い。チンタル来い。ん？来た来た。で、一発もらうんじゃん、これ。上の方に移動した方がいいか。まあそれでもいいか。あ、待て、この位置だと俺爆発したら死ぬ。ちょっと待て、上にもう一体来ちゃったぞ。音速振っておく。あ、すごいいっぱい来たぞ。こいつ倒して、特大来たよ。今何倍？ 2 倍？ 4 8 16 20、倒す。よし45。はいはい、あとはバナナ大爆発だから、大爆発いらないかな。はい、どうもです。あ、リンゴさんおはようございます。罠持てなくなってるな。いろんななんかいいものがいっぱいで、戦費がめっちゃいらない。いらないんだけど捨てる勇気はない。金縛り合成したい。金縛り合成しちゃおうか。いやー、でもどうしよう。合成した方がいいかな。合成しまうか、せっかくだから。いや、いやー、どうしよう。つうか回ろう。ちょっと高密な。まあ盾の成長肥やしにしようか。2200か、結構大きいな。はいはい、武器盾、初期の確保、技解説。まず何、武器盾後回し、成長の話ですか。あ、アイテム、ここに何かあったっけ、すっかり忘れてたけど。武器でもないよね。あ、左の壺見てないから。武器盾後回しっていうのはどういう意味でしょうか。ただの壺だ。はい、食料はね、あの下の方に落っこってるんで、それは大丈夫です。あとバナナ巻きの祝福持ってるんで当面大丈夫かな。最大満腹度上げるかっていう話は今 160% なんで、あともうすでにターンかなり使ってるんで、このマップ終わったら、あ、合成ね。あのね、手持ちのもので、あの合成したい武器ないんですよ。だから、あの武器立て合成したいのがあればやりたいんだけどね。
特攻武器とかね、今回特攻武器1個も持ってないんでっていう感じですね。で、今の技、このダンジョンはですね、敵を罠に、かけることによって、敵を罠にかけることによって経験値が増えるんですね。で、連続でかけると最大20倍まで増えるんですけど、落とし穴入れてこう。そうっていう感じですね。で、そうなんですよ、まあ、ティニューダンジョンなんで明かりか、これ他にただなんか言ってっか。っていう感じですね。普通に倒すとね、経験値しかもらえないんですよ。今が8倍で、今16倍で、これ20万円ですね。で、これ倒すと、はい、このまま2200もらえると。はい。解説って結構俺苦手なんだけどね。毒矢91本か。99本に しとこうか。そうなんですよ。あ、ひぶなくなった。99本になったか。毒矢もっと持っててもいいかもしれないな。まあいいか。よし、じゃあ回ろう。葉っぱいりますね。なんか草持ってんじゃん。場所代使おうか。いい男でしょ。あ、でもどの道あれ行かなきゃいけないか。じゃあいいや、帰りに場所替えしよう。ん？えって何？えって、ちょっと、あ、そのアイテムなんだ、杖か、なんだろうな。まあいいや、帰りに見よう。ん？あ、で、高飛びが。そうかい。ダメージ蓄積のやだね。あんなやつとはいえ。ウニか。ちょっとウニ相手したくない。早くウニがいないとこまで行きたいな。はい。え、コスプレ？早くって何よ。早くって。コスプレか。やったことないですね。まだ今3つしかないんか。何を置いていくかってのがすごく難しいね。罠ね、3つ4つぐらい持ってたよな。アイテム整理するか。豚足か。どうしようかね。そう、技置いていくか。もったいないが。ゾーン置いて、罠枠増やすか。いや、置いていくのもったいないか。なんか、どんどん使っていいか。はい。また草か。で、こいつな、どうしよう。場所がある？あの草あんだろうな。いや、打って無駄だしな。ほっとくか。じゃあちょっと、罠どうしよう。持ってくかどうか検討しよう。大爆発じゃない方がいいかな、持ってるんだったら。難しいですね。持ってるんだったらバナナがいいか。バナナ出づらいからな。あんなことないか。難しい問題ですね。じゃあどうしよう。よし、じゃあなんか罠、なんか罠、移動しづらい。こっちか。
なんか罠拾って次行きますかね。あの草気になるから、こっちは何か、あの草気になる、なんかいますね、カッパがいますね。あ、バナナ食べよう。で、青いバナナ食べて最大の満腹度を上げておきましょう。金縛り、あ、そっかそっか、金縛り応戦するかどうかとか言ってたんだっけ。じゃあ合成しちゃおう。金縛りはかなり有効だと思う。で、割っちゃおう。使えないもんな。封印と金縛りで大爆発とバナナを交換して、あのカッパ無視して、じゃあ次の回いっちゃおうか。ここかな。じゃあ場所があろう。うん、風早いです。このダンジョンは風が吹くのがすごく早い。音切り、音切りか、いいな、持ってきたいな。どうしようか。封印がいらないかな、もしかして。そう、わざと交換しよっか。カラフルでなんか代用、もったいないけど。魔導じゃないか、この回アイテムいいですね。鈍足よりも魔導たくさん触れるからな。じゃあギリギリまで足踏みして2回目かな、さっき風吹いたの。さあ行こうか。行こう。はい、26回。ブーム向いてきたかもね。26回か。こっからゲドロがいますね。で、ノロージュが出るのか。なるほど。で、エリガンが28回から出る。まあ、こいつを罠にかければ、経験値は大きめですね。レベル上げなくても。もちろんレベル上げれば、もっと稼げるけど。でもそろそろレベル上げるっていうことをやらなくてもいいかな。と思います。で、これ投げとこう。これはコディか、もしかすると使うかもしれない。階段ここか、どんどん降りちゃおうか。どうするか。爆弾鬼が25まで、じゃもういないんだ。アイテム、もし円筒があったら欲しいか。お店どうなんですかね。カッパ熱い持ってんだ。嫌な感じだね。どうしようか、迂回しようか。あ、おう、足元落ちた。金縛り、封印と金縛りどっちがいいかな。封印振っちゃおうか。どっちだ、同じ手も同じか。左上の法則、俺正しいと思いますけど、実はね、UMD だけかも、わかんないけど。なんか癖があるっぽいな、これ。俺が持ってるやつは間違いの癖がありますけど、他の人の意見聞きたいね。金縛りと封印どうしようか。ちょっと見ようか。封印使わなきゃいけないやつが。あ、ゲードルがいるんか。あ、じゃあいるか。よし。じゃあ封印持ってこう。
あの巻物気になるけどな。偏りみたいなの感じる？生徒番号って違ったりとかありそうですね。増増だったか。泥がいるんだな。おーっと爆発してんな。うん、得や。なあ、公式も左上だった。あ、昨日の、あ、昨日じゃないか。あ、昨日だっけ。そういえばそうだったかも。倒した意味ないんだよね。倒しちゃったけど、ちょ、回る意味はないよな。経験値稼げないし。なんで俺回ってんだろうな。回んなくていいか、これもしかして。うん、そこよりするには抵抗があるっていうのはまあ事実なんだけど。いや、やっぱ回るか。アイテムいいのあるかもしれない。水切るとかあったら熱いしな。うん、封印使っていこう。さあ、こんなところかな。よし、じゃあ次の回行ってみるか。こいつ倒してちょっと足踏みしよっか。足踏み足踏み、うん。え、俺の口癖？次の回からサクルしますね。敵殲滅？まあ基本的にあの人それぞれなんだかプレイスタイルってあると思いますけど、俺のプレイスタイルはかなり好戦的だよね。うん、それも言えるな。ちょっと待って。30までゲットろうか。エリガンどうしようかな。ノイズかな。ちょっと余ってますね。同じ消えたかな。うん、よしよし。うん、おお、真空切りじゃないか。真空切り持ってたいけどな。回復の腕輪とかないっすかね。壺灯台だ。
ん？ツボ？あ、背中か。やっぱり、うん、回復の腕欲しいから回った方がいいな。もう速攻でもいいかなって気もしないでもないが、うん、あ、間違えた。うん、左見んのめんどくせえな。行っちゃおう、めんどくさ。あれ？あ、いいか。よしよし。あれ、ゾワゾワですね、ベニアンの。ゾワゾワね、欲しいよな。うん、欲しい。欲しいけど、ちょっと、欲しいもの全部持っていくわけにいかん。ギリギリまで足踏みして、こいつのいいや、普通に倒して。あ、音変だ。よしよし。まあ、慎重にやっていこう。レベルどのくらい必要なんですかね。じゃあ、いきますか。はい、あ、エリガン来たな。エリガンをうまいことはめることができれば経験値おいしいですね。でようやく来た。あ、初めて来た、拾ったぞ今回。ここからギター落ちてるんですかね、もしかして。ああ、再設置しない方が良かったかな。あ、あれなんだっけ。あ、予約か。さて、どんな回かな。回復の腕欲しい、うん、あと円筒欲しい。で、あと45秒切ろう。明るいところ切りたい。次役もやります。はい、ご視聴ありがとうございました。お心あれば次役もよろしくです。